リドルジョーカー。少なくともこの学院を卒業するまでは無理だと思ってる。それに実際に買うとなると私には無理かも。ペットを飼うなら面倒を見る覚悟が必要なことぐらい分かってる。そうじゃなくて、私猫に嫌われるタイプなの。そう、全然懐いてくれない。なんでだろう、この学院に野良猫が住み着いてるんだけど、知ってる？たまにあの子に触れさせてもらおうとするんだけど、絶対に逃げられるのよ。他の人には自ら寄っていってその足に体をこすりつけたりもしてるくせに。ああ、一度でいいからモフモフさせてほしい。そんなつもりはないんだけど、柑橘系の香水をつけてるわけでもないし、驚かせるようなこともしてないし、近づくときはゆっくり動いてる。あ、もちろん目と目を合わせすぎないように気をつけてもいるのに。してないわよ。そもそも何かできるほど近づいたこともないんだから。それはないわね。猫がアストラルを嫌うなんて話は聞いたことない。それに私は電気系の能力ってわけでもないんだから。やっぱりそうなのかな。私知らない間に威圧しちゃってるのかな。もしそうなら一生触れないのかも。そんな人生想像しただけでも辛い。うん。